こんにちは。今日はオークス。大輔さんは。ああ。そうで、3番と6番に。ラクレンで3番と5番。今日はどうなるでしょうね。3番5番じゃあ6番、どっちがいい？3番6番3番、3番が本命。ニヤニヤが止まらないですね。一番後ろですね。というようなそんな形になっていくでしょうか。さあ、大きな逃げとなった17番の西野ラブウィンク、エピファネイア3区、三浦恒成です。4馬身、5馬身のリードを保って、13番のパーソナルハイ、内を通って3番のアートハウス、川田優雅、さらには外から10番のラブタイロー、内を通って2番のスタニングローズ、3番が今、先頭の方にいます。国枝厩舎がいて、その外です、18番、同じ国枝厩舎のスターズ。18番のスターズボンガースです。8番のナミュールがいて、さらには15番のピンハイ、さらには1番のウォーターナビレラ、11番のベルクレスタ追走、内からは4番のルージュエバイユ、さらに外目を通って14番のシーグラス、さらには12番ライラックは後方から、そしてサークルオブライフ国枝厩舎は最後方から2番手、最後方には7番のホームバニラという体勢です。最初の 1000m1 分ちょうど、そんなペースでいっている。さあ、ややスローペースかどうか。さあ、このまま逃げ切るかどうか。3、4コーナーの中間地点、ピンクの帽子引き連れて西野ラブウィンク、三浦恒成です。2番手追走パーソナルハイ、その後ろに3番のアートハウス、川田優雅は虎視眈々、そして2番のスタニングローズが追走して、そしてそこから飛び出せる場所いますよ。1番人気のサークルライフは最高峰を外に持ち出してくる。さあ、最後の挑戦が来ている。後ろから6番も上がってきた。どうなるかな、これ。3番来たんじゃない？スターソンマスリット、スターソンマスリット、
い、タツさん一言お願いします。そうですね、まあ、ペースとしてはね、比較的オークスにしてはしっかり流れたと思いますね。まあ、その中で中段落ち着いてラストスパートがなかなか混戦でしたね。見事勝ったのは二冠達成スターズ今日面白かったです。また二冠達成しました。払い戻しです。